業界は、中国独特の政策決定制度で、多少歴史的、代表分野的に違う二つの組織に委ね、共産党、または、中央の意思が徹底するようにし、また決定を聞いたものも一つの機関の決定でなく、複数の機関の合意事項であると多少の安心感を抱くようにした制度である。全国領海キリスト教領解、天主教領解などが知られている。 中国全土に関する政策は、毎年3月の全国人民代表大会で決定されるが、同時に、経済界など、各界の代表者や中国共産党以外の民主党派からなる、中国人民政治協商会議も開催されて、そこに諮問され、全国、領海の決定事項として発表される。キリスト教了解本部解放後、中国のキリスト教、プロテスタント諸派は、 中国キリスト教教会のもとに合同し、世界にも稀に見る統一プロテスタント教会への歩みを始めている。海外からの影響を立つ三次愛国運動の精神での歩みを継続するために、中国キリスト教三次愛国運動委員会が国、省、市レベルで設立されていて、重要決定事項はこれらキリスト教、了解のものとして発表される。 中国のカトリック教会も、市、省、国レベルに組織化されていて、中国天主教教務委員会と中国天主教愛国会とが中国天主教、領会を形成している。ありがとうございます。